まあ、前もちょっと言いましたけど、まさに登録始めてる人いないので、いつもはこう出して回ってきたってましたけど、1個目が出すときはこう90度ぐらいから終わるようにして、腰の回転が1回転するっていう、足さばきで、1、しかも腰の回転と足さばきが連携してないように。これから先は必ず足さばき、腰の回転が常に一気続いて上下にします。これだけを結果意識してはい、あまりのでもうこれからいきます。私、一挙一挙一挙の時一挙でこう来てこう行きますよね、うん、まずこれもう普通にいつもだとこんな感じでこうバーってこう行ってますけど、うん、これ誰誰ですこう来たらまずダメってこれをいつだっけこうこの入ってくる力を全部こう後ろにいなす。そこからこういうふうに一箇所で受けずに必ず来た力が肘から来ます。これがいやちょっと今ね違ってたけどまた入ったいやいいっすよ。これを全体するバッていかずに先にこっちから来る力をこう体でいなして方向に全部受ける、要は全部全身を使って受けるっていう、まずこれを正直ね、これがみんなできないから結構思いっきり言ってできないですよ、これ。ランパーンって飛んでっちゃうっていうか、だから必ず浮きた、来た、ポンってきたら腰の回転とこの肘から始まって体に抜けていく、こういうふうな形で一挙を受けて、ゆっくりでいいんで、あんま早くバンバンやる必要ないんで、練習するときにこっからでもいいです、こっから始めていく。いきなり行くんじゃなくて、来ます、ふーってこう、体にやって、体、肘から始まったのを最終的に受けて、足元に入れていくっていうのを、まず徹底的にやりましょう。ということです。当然、左右投げだってそうしましょう。やっぱまあ、こうしますと、足、くりと揃えますが、大丈夫でしょう。これもやっぱり、こう、押されるのに合わせて、受け身を吸収する、衝撃を吸収してから落ちるっていう、横着して、もうその辺でバトスするだって感じに、ゆっくりでいいんですよ。で、できれば、こう来た時にいいんですよ。ここね、これが、相手が来るまでこう行くこう来たら押してるんですね。押されるのに合わせて、押されるのに合わせてすぐ、決して抵抗がないわけではないんだけど、なんか全部力を持っていかれたような感じになるんですけど、ね、とにかくあくまで押されたから押された方向に逆らわない。そのためには受け身の基本は基本的に脱力なんで、来ますよ、ここでグーンと踏ん張っちゃうともうぶつかっちゃうわけ、受け身の体勢に姿勢受け身取ってるっていう認識になったら、こう力が加わるときに後ろ受けるというよりは逆らわない、脱力するって感じでもいいんですけど、脱力するって感じでこういう感じで相手の力に逆らわない、相手の力を自分の体勢を変える使う、さっきも言ってますよ、作る力を使って後方を変える、これもちょっとそういうことを意識してやってるやつで、みんなのためにできないから覚えてほしいですけど、積み落としを、まあ一応積み落としの悲しい調子でいつも通りやってください。開く、足がで腰の回転が1回転でいくようにしながら、そういうことを回転であくまで、で、あのですね、
触るときにこう来ます、今も半分くれます、最終的にコンと押されます、この瞬間、この瞬間のさっきの一挙がこれと一緒なので、これがこう肘からじゃその場でこう来てバッてやってるっていうことは、この力が伝わってちょっと待ってください、力が伝わってない状態で、ちょっとこの辺で止まってるんです、力が伝わってない状態で自分でこうやってやってる、回ってる、要は相手の力は全く使わずに自分の力でこうやってる、これダメなんですよ、まず疲れるし、まず疲れるし、あと相手がもらってる、相手が出してくる力に自分の力を加算してるよね。だからこの時も押されます、押してくるのに合わせてこういうふうに、あくまで肘から、まあ肘、今の場合この場合肘なんで肘ですけど、ここ腕から始まる力がこう、力がこう回るようにして全部受けて回る、持ってきますっていう感じで受けてほしいんです。これが本来の筋肉です。今だから僕自身は全く飛んでないやつで、飛ぶために使う力は全く使う、池本さんが押した力を全部自分に飛べとも言わないです、お姉さん安心してください飛び受けてやばい今池本さんなら多分綺麗に投げてくれるだろうなと思って飛ばなくていいですが、今のあれをこのままで飛ばなくていいんですよ、こう来ます、それで落ちる、落ちるまでの間に完璧に、一番ここが大事なんですけど、とにかく力を受けて回転して転がる方向に行くのと同時に、これ体がちょっとでも、さっきの最大と一緒、体がちょっとでも力んでると止まっちゃうんですよ。だから受け身取るときに一番大事なのは、瞬間的にもう受け身の体勢になったって体が感じた瞬間に、本当にじわかしたぐらい出し寄せる、その柔軟する間に体を回す、これができないと受け身取れないんで、ほんとランドリーみたいに全力で走ってる時に受けが取れないんで、だからそれを意識して特に積み落としも同じように、はい、押されたら、まあ、押されたら押されるのに合わせて、あくまでこの力を使って自分の体、さらにその脱力したままコロンって転がっていく、ゆっくりやっていいんで、これをやってください。後ろ受け身と前回り受け身、あれはもう森田さんベンチマーク森田さんができるようになるので常にこれやってますいいと思いますこのスッって感じ、スッっていう落ちるのね。長嶋さん、あと何やろうかな、言ってくれよ、ちゃんとしたのちゃんとしたのっていう技、なんか友達さん何がいい、僕そういうのはダメ、十字投げ、そういうのはダメ、十字投げこそ僕がね飛び受けるの悟った技だから、こんなの大事なの今はそう、このメンバーじゃダメやじゃあ、この転換手をやったでしょ、手をやったでしょ、知った前手がしっかり絞った間に刺して絞る、絞る、であとはこれも飛ばさなくていいんで、グッてきたら受けて下にくぐれるようにして安嶋さんの手が逆だから、あっこれもグッて基本は下の手、前手が下、下、いや、下が間に入っていただけるから、こっちの手を、これを間違えて、こう持っちゃいすぎて、で、絞って、で、絞って、で、あと離してみますよ、はい、十字投げです。まあ、ちょっと今まで出してたって少し前の話ですけど、出るときにもこう腰の回転始めちゃうようにして、
こう出すんじゃなくて、腰を外からこう回るようにすると、これからちょっと袖を回したので、こうやって軸足にしちゃうとこうなりがちな。かといって軸足にしないと、ね、最初出した時にここはこの角度で出ちゃうと、もう一回上げなきゃいけなくなっちゃうので、もう最初の一歩まで踏み込む時にこうやってしまえば、重心変えなくてもそのまま回る。ちょっとそれを意識して。ちょっとほとんど誰も受けたと思う。久々に困惑する。そういう風に完成しました。非常にエグいです。あの、会議室は決める決めた時に返す時はなるべくこのいわゆる小手返しの延長なんて決めた、まあ、こっちもしたら袴入れてこういう感じえぐい。ただこれこの2人がやらなくていいで、ただ返すの練習してもいいかもしれない。こうただこれ決めたままこっちにで、これグッてやるとこれでも決まるんですげえ関節が決まるんでゆっくりやってください。はい。え、違う。みんなはこの後。あ、おばさんたちだけは。エスティング。これ、ここ、じゃあそのまま。顔にこういくとやつ。一応潮の上の速度に合わせてむしろ相手の腕を加速さ、足を加速させて前に押しながら、そしてブロックしたいと。でそのまま引っ張ります。そのまま左人は、では優しい人は、お三人囲むときはこっち、三人囲むときはこっち。ここがね、内側のここに相手のつま先が、つま先が。まあ、ある意味これが一番心の準備が重要で、腹を吐く、腹を吐く、お尻を開ける、お尻を開ける、はい、なんですね。はい、どうぞ。
後ろに回って引っ張り倒した。それはあのどっちでも。これは状況に合わせて自在に。お、森田さん。
何急にやるの？お察し。まあ、まあ、そのままお母さん久しぶりに。あ、この辺気にしないで。お、なんか、黒帯締めたんだ。急に変わったね。
高座の時はもうぶつかってるのがこうこういくようなイメージで、力は結構相手に面ですね。これも体幹の回転と手と相手にかかっている荷重が常に釣り台が取れた状態でやらないとこうなっちゃうと、必ずこれが回るときに動かない。ここの今釣り合ってるんですけど、この釣り合ってるのは僕が体を回すことでこっちにちゃんと動く、こう動くっていうことをしっかり意識してやってほしい。だから足ばっか意識すると意識が途切れた瞬間にこうなりますね。必ずここはかといってこうやるわけでもない。釣り合いといてたらなるほど。終わった後の姿勢がしっかり、足幅はこれね、多分皆さん狭いんですよ。狭いので距離がなくて、あと前荷重になりすぎて、こうなりすぎてるせいでこういうふうになる。前も前荷重になりすぎないで、ね、交換っていう感じになります。今こうやりましょう。この部分はカーブです。後ろではさっき下に行きましたが、こう畳んで上、こう上で、そうなります。おはようございます。やっぱこれを転換の過程でこう前に崩してるんですが、決してこう引っ張るわけじゃなくて、ここで釣り合い、釣り取りましょう。釣り合いが取れた状態で体を回すことで、後ろの足を出すと体が回りますから、それで相手を回る。その時も手が入る。あとはそんなにっていうほど難しいと思います。はなるべく足そろえて、そういう癖つけてください。やばいと思ったんですけど、腰をひねって、これコロンビアの人たちみたいな、腰をひねったらどうしてもねじれてこっちに取っちゃう。そうするとどういうこと、足出さずに手を振って、足を出さずに、これはちょっと前に出します。この状態でこれを受けるとこっち来ちゃうんで、ここの膝投げてコロンビア、しかも体がねじれながら腰を受けると非常に危ない。必ず足を下ろてですね。はい、ごめん、こうぶつかりますから、ぶつかりますから、確か4級に行く。こう来ますから、これと同じタイミングで自分も逃げちゃいます。相手の勢いで、まあそのままこうやってもいいんですが、一応武器持っているという想定があるので、 N 字でこうそのまま引かず、そのままこう行かず、引き崩して L か、こんなのね、なるべく、相手の方を行くのを、このためにそのままスーッて持って出るといいですね。奥が深いし、頑張ってください。個人的にあんまりこうなんかガツガツ、やるぞみたいなのが好きじゃない。相手があれーと思って間に行きたいし、握らないんですよ、地方の挟む。握ると、なんかやるからすごい出ちゃって、握らないんです。L字にして引っ掛けると、相手に当たる情報が少なくなるので、相手もなんかしようとして、なんかあんま捕まらない。初めてじゃないですよ。変換します。
開いて上から落とす。間にかかとから入れて回して。片手で、まず転換して、積み落としの要領で開きながら豚を静かに。で、かかとを入れました。かかとを入れたら、上を大きく回して、これを、かかとが入るのを腰を。で、で、最初はもう後ろに回りながら、あと、パーツ合わせにして。最初のパーツは理解できる。そんなに見て難しくないし。転換して掴みます。この後これをひっくり返すんです。ひっくり返すと手を傾く。途中から手離れますから。離れた手は間に肘から当たる。そんなに難しくはない。じゃあやっぱこれですかね。おばあちゃんわかんないこれですかねこれですかウォームアップちょっと違うんですが、これまあやっぱこうな状態ですから、腰を落とす、上げる。ただこれはそのまま前に、この時に今右回りしてますが、左足軸 でこの下に来た方の手をこう後ろに持ってくるようにしてから、これ上に下げる。で、まっすぐの、こういう感じ。下行ったの最後に上に上がってる。すぐ上げちゃうから。そうですね。ちなみにだから、こういう状態になった時はですね、こうやってやっていくと、なんかありますから。お尻をこう入れ込んでると中入りますけど、まあこんなことなることもあんまないですけど、まあもしガッチリやられたっていう時に、よそでね、道場破りとかにやってやられたらこうやってやっていくと前にそう、いつもはこう肘上げてこういう風に上げてますけど、むしろ目の前にスーッと、はい、これ前足を出しながら腰を回します。ということで、足出し終わる頃にはこう90度横に向きます。この時にこの手は胸ぐらに消していきます。自分の紐みたいな感じで体にこう巻きつけ、その時にこれを上に上げて動きます。体に巻きつけて、で前に引っ張る。前に引っ張るときにこれを肘から上げて上に、うん、後ろ手首よりも左右に。もちろん今こう倒れるようにこう上にやってますし、やらないでこのまま左右投げてください。左右っていうどっちでもいいです。まあ上に上げた方がスマートですけどね、確かに。もうこれだけでこれだけ崩れてるんですよ。これ林さんがこうやってこうやってこうやらなくていい。とりあえずこれで崩す大丈夫で崩す、はい、でこの残った足を後ろに下げるようにでもね、大事だよね。お前さん、いいこと言ってるさ。中和するっていうのかな。これ、グッといいじゃないですか。これ、中和しない。中和しない。これ、中和しない。これ、連携してないですね。そうですよね。あいや、すりゃってるんですよ。すりゃってる。いい状態でやる。
均衡を崩さない片手とりあえず転換系のところですね。この3点セットを転換します。開いて使うで、なるべく上げないようにこう回せば外れる。外れたらそのまま肘、まず顔に向かってくるして、まあ萌田さんぐらいのちょっと重い人は後ろに回った方が優しいかな。あと相手の受ける実力も踏まえて変化して内側に入るの真っ下に止まってですね、ちょっと止まります。後ろにする形としてはもう何回もやってると思うので、転換して先に私のように左に上がって抱く。あとは間にかかと、このかかとかの腰を踏みます。この回転がそのままスッてこうそのままぐるんと回るように、この時手首上で肩の方向に引っ張り倒していくと相手は基本的に倒れている。肩の方向です。重い人は何でやってください。上がれる人がいたらほらはい、片手取り一挙を展開します。さっきあるんです。さっきはこういきましたが、今度はこれをこう引っ掛けて倒します。これもこうこの力を使って自分の前に来る。で、いつも慣れてないんですが、今日はゆっくり下に落ちましょう。ゆっくり下に落ちましょう。うつ先に。投げない。まあ、転換まで一緒。さっきのほとんど一緒ですが、一方上から使う代わりに、肘を回して、で、下に。パンというよりは、重いロープを自分の体を引き寄せるときのようなので、ぐーっとロープを手前に寄せるようなイメージです。ピクピンと切っちゃってください。肘もここでかかります。かかとから入れて、あとはそのままゆっくり下に上げます。まあ、回転投げの抑え板ですね。今日は投げてバンバンやるメンバーじゃないから、ゆっくり。はい。転換から始まる。転換します。開いて。もうね、アキチックに行きましょうかね。で、こっち。大丈夫ですか？何回かやってると思う。転換します。まあ、スネ腰と同じように開いて。僕は投げるの好きじゃない。投げるのここの間、この時はあの手をこう体に当てて、そわすりをして、肩でしょぼで、ちょっと下にして、ぐっと外して、こっちの手ですね、これがこうなってると、こう掴みやすい、こう持ったままだとちょっと探しにくくなっちゃうんで、手首をちょっとこう曲げてあげると、きれいです。近い方の足と掴んでる手はそのままで指掴んで、ちょっとだけこう前にカットするようにしながら後ろ足を下げて、この膝が落としてくる。この時決まりやすいんで、あんまり決めっぱなしで倒さないで、よくして相手の倒れ方に合わせて抜いたりとか微調整してくださいね。決めっぱなしでやると中島さんが今の姫やってるで、最後決めたままガーンと落とすと危ないので、このここから倒すときはここは緩くして相手の関節を調整しながらやってます。決めっぱなしにしないと取ってるけど緩めてあげる。倒れてるときは森さん今上がりました来てください。来てください。実感した方がいいと思うんで、こう決めるんじゃないですか。決まりますよね。下げるとこのまま切れっぱなしだと危ないので、ここは少し緩めてほしいので、相手の状況に合わせてまた締め直すぐらいの優しさを持ってやるんですよ。もちろんなんか暴れてる防寒とか押さえてくそのままやっていいけど、自分でやるときは関節の
限界を感じながらやってください。もう僕の自慢では関節の相手の限界が分かんないのに、みんな関節を使うので10年早いっていうことなので、ゆっくり感じてください。あ、限界だ、ちょっと入れる。あ、限界だ、ちょっと入れる。これができないと子供にかけられないです。はい、よいしょ。
帰ってまず歩いていた確かにそれを言いながら中に入るでした。説明のスピードじゃない紅葉系スピードびっくりよく見てこうして入ったら 足と一緒に上げて受けはここのトップに上がったそういう時膝この辺スッて出るようにすぐに勝田さんが動いてこういこうと特に足の上の膝の裏側こっち側の前に出すことを意識するとよけ足は1歩なんですが背の高低が2回上げて落とす。で、手首こう。さあ、どうI'm not sure if I'm going to be able to do that.
最初肘から、ほんと最初こっちよ。その胸にをどんどん下部に逃がして解消していくっていうのを覚えていくわけ。そういう体を意識しなきゃいけなかった。私がちゃんと教えなかった。こういうのを、これからウォームアップ一挙するときも、いきなりこう覚えていくんじゃなくて、必ず肘からこういう、逆に決まってる関節を順次に出して、左、ボンって、あと、で、踏み落としも、押されます。この押されて、押さえて、くってくるのを、こういう、転がっていく。いや、何が起きるかっていうと、もしこうやっていって後ろ足出して回っていって教えて、これを後ろ足を出してってやってると、この力が来るより先にこっちが動いちゃってるっていうことは、自分の力で言ってるんだ。一スクワってくる力が動かして、スクワってくる力が自分の加速する、さらに遅い、マッチングしないからぶつかんない。こっちが押してくると一緒に。押さえ、ダメだっつってんじゃん。押さえたら、まずここに来てる。そう、それで回る。そう。こういうふうにしなきゃ。そう、そう、そう。押されたら、まずここ、まあ、肘、この背中の場合は、こっちの方に立てる。っていうのを受けてから、あとこのこう来て、みんな止めてくれるつもりです。僕たちこういうふうに自分でこうやってやってる。そうすると何が起きるかっていうと、この時動かないでしょ。足が止まっちゃうの、出したことで。で、こういうふうにこのギャップが速くなったら間に合う。全部考えなくたら、だから必ず押されたら、こういうふうに、こっちから加わる力を全部見ます。こうやって受ける。飛ぶときだけに、転がるにしても、からみんな、こういうふうに、そうじゃなくて、押されたら、こういうふうに、相手が押してくる力を全部。そのためには、一緒に動いちゃダメだ。一緒に動いちゃダメだ。楽な力が加わってくる方向から、こういうふうにやって、そしたら俺は全く力を使わない。それをみんな、結局回ってる力を使わない。脱力しない。さっきちょっと大丈夫。攻めてるときはこう来たよね。ポンってきたら、スッと。受けるときはこう来た。だけど、受け身として、こういったもん、体が受け身になってから、スイッチをパンと。こういう練習してね、なんでも。みんな力が入って、誰で蓄積してる。とりあえず、今ちょっとここまでやってほしいから、こんな風に積み落として、力が加わってから、後ろに行く。まずそれ、もうちょっとよいしょ。これは、藤本さん、落としに関わってやっていただければ。
叩いと肩なんですけど、牧師さんが多分やったこうなって、出力する過程ですぐに抜かなきゃいけない。じゃあ真下にする、要は自重があるわけじゃん、自重が自由落下するように。だから相手の力でそう置くんじゃなくて、そのまま、いや相手の力は押してくるんだ、自分が回転するようなのに必要なエネルギーを相手からもらえるから、自分の体はすぐに脱力する、脱力するのに一番邪魔になってるのがこの足、この足がすぐに脱げる。で、さらに当面相手の力が加わらないけど、それがなかったとしてもすぐにグッていけるように、この抜きから始まる。こう、バーンって言ったら、そう、ここがすぐ、あの膝抜けなきゃダメ。特に全力でやってる時だと、これは普通に、普通に運動してる時で使える。全力で出してる、つまんだ瞬間に、あってあって、とにかくこの膝、スッて抜く。その抜いて、自由落下してる間に、これがスッて、こう、受け取れるようにだけしてる。大事なのは、こう起きたら、前の膝、前の膝をとにかく抜く。そう、そうしたら疲れる。受け身取ってると。受け身取ってると、こう起きて、これがこうなってるから、ここで、上に持つ。自分と向けて、そうそう、ここが硬いから、つっかえちゃう。そこからこう行こうとするから、余計な力をまたまた足して、こうなってる。本来はこう来たら、こう来たらここでスッと落ちるの、こう。なんかどこやるの、これは。このようにあれば、受け取ってやし、受けになれるの。特に全部の、だからこの膝。じゃあとにかくすぐ前膝抜いて重心出そう。それで、あとはクッとなってる時に体が回る。それだけ体に動いてる。これを覚えてもらう。特にお前は早く、これだけの段取り料理。回しててこれで、これ極めてね。展開を道場で僕の次に負けてる。曲げて、足を出しながら近づいて、出して、この時にここにボボボボ。もろ手で、もろ手、もろ手の最初、これやっぱり形はいつも一緒なんですよ、このかかとですよ。ただこっち両手なんで、いつも以上に強いんで、なかなかうるさいんで、そういう時こそやっぱ腰このね、腰でこう入る時にここがこうなっちゃうんだよね。こうしてこうやると、もう腰がちょっとでも、ここの腕と腰、まあ、全身が常にこうウィークしてるっていう状態を意識すればどんなに落ちてきたって。で、もろ手の時はもう絶対上に上げられないんで、もろ手の時は絶対上に上げられないんで、いつも通りこう下げました、肘から上げてください。その時に親指がね、返り上にすると、肘から上げる時にただまっすぐ上げようとしない、親指を少しこうすると腰がもうちょっとこっち回るんで、それでこう回って、もうまさしくこれ今日やったってまさしくこれなんですけど、こういう風にすると肘が上がってくるんでしょう。それでこうやってやると、はい。
これです。横面来たら。これですよ。そうです。横面来ます。もうあの四方投げの時にこう来ますが。ここでそのまま足手をスッとこっちまで。であとは手を使って鏡、あとは一緒です。一緒です。あ、止めてるわけじゃないんだ。止めてるわけじゃないんだ。ストッパーかけてるわけじゃないんだ。止めてないっすね。もうこう打ったらこうスッとこういう感じに。ああ。動画見たら止めてるに見えちゃったから。もうそのままパンって弾いて。ちょっと右側サニーがこうやって顔になってるんで、ちょっとそっちは違うことになるから、そっちは交差から普通に取って外して準備です。いつも使ってください。はい、ちょっと全部友達さん用だって両手で、両手、まあ、いつもこう点合わせて前手が下、こちら前手が上、上に来たら下へ、こうでいつもこうやって天地投げやってるでしょ、でしょ、天地投げじゃないです。ここから返して投げます。OK ですね、はい、要は呼吸動作、呼吸動作のこれをここに入れて、よし、投げます。こちらは天地投げでいいです。結構いい、好みでしょ、うん、好みでしょ、うん、で、ちょっと高めましょう。なんか、なんか両手で来たらやっちゃった。ただ今日はそういうメンバーじゃないので、今日はそういうメンバーじゃないので、こうしてこう出しちゃったんですけど、うまくね、このこれ、これがグーってこう入ってくる、これ脇かかんなくてもいいですし、できればかけた方がいいですけど、これをうまく手の連携で取れるように。他の人たちは、白い人たちは、手打ち投げていいですか。はい。ボールの両方に。こうなってもいいですよ。また、ちょっと、これができるかな。通る間に入れて、これをこっち回してやるのが取る、で、お願いします。ちょっと飛んでみます。はい、いや正直ね、僕が投げる固定を返す取るのが一番楽です。首からいけた。それは何になってますか。ウォームアップでやってる横のこれでポリが、こうあったらゆっくりでいいんで、相手の手の中に入れちゃうんですよね。